DVD 発売おめでとうございます。ありがとうございます。12枚目、4月末に沖縄で撮影のフミナップルシリーズ第3弾ですね。はい、そうです、はい。作品はどんな内容でしょうか。これは私が家政婦になってご主人様の言うことを何でも聞くという設定です。ご主人様がお祭りみたいって言ったりして、私がさらし舞いでお祭りの格好をしたり、あとは家政婦の格好をして、まあ、訪問するところからあったり、あとはご主人様が、いつもお仕事頑張ってるからマッサージ今日呼んであげたよって言ってマッサージをさせてもらったりっていうシーンが入ってます。お気に入りのシーンはですね、ベリーダンスをやるシーンがあるんですけれども、今回ベリーダンスが初めてで、ちょっと動きが分かりづらいのかもしれないんですけど、やってみます。こういう足をカタカタカタってやって腰を揺らすというこういう動きとか入ってます。見どころはやっぱり、ちょっと、何でも聞いちゃうような雰囲気の家政婦さんなので、この徐々にご主人様に流されていく感じをぜひ堪能してもらえればなと思います。はい、八重の桜は私の一番憧れている女優さんである綾瀬はるかさんと共演できたのがものすごく嬉しくて、もう綾瀬さんのなるべく近くに踏み出せて、もう今年一歩ずつ進んでいければなって思います。ファンなんですか、言ったんですか。実はこっそり言っちゃいました。で、なんて書いてきたんですか。 ありがとうございますって、すごい笑顔で、あ、またファンになっちゃったなって。プライベートの絵のご主人様は、ご主人様は当分できそうにもないですし、今もいないです。今日の水着のポイントはですね、ちょっとパイナップルをフミナップルなので意識しました。ここが身、ここが身で、ここがヘタの部分です。おー、こっちが後ろの身の方で、表でパイナップルだってパイナップルなん。はい、終わりです。